仕事が終わって帰ってきました。今日はお掃除などに使う生活必需品を購入してきたので、そちらをご紹介したいと思います。まずパウンドランドで購入したものをご紹介したいと思います。パウンドランドは日本でいうところの100円ショップに似た感じのお店です。まずはこちらなんですけど、こちらはパイプの詰まりを取ってくれる洗剤です。アンブロッカージェルって書いてあるんですけども、掃除当番があって週ごとに誰がどこの掃除をするっていうのが決まってるんですけど、お風呂掃除だったりキッチンの掃除をする週があるんですね。で、それをした時にパイプユニッシュが欲しいなと思ったんですけど、パイプユニッシュがもちろん売ってないので、イギリスだと何を使って排水口に詰まったものを溶かしてるのかなと思って調べたら、こちらのアンブロッカージェルっていうのが出てきました。排水口の詰まりを溶かす洗剤のことをアンブロッカージェルっていうそうです。で、使い方としてはこれが500ミリ入ってるんですけど、500ミリ全部をお風呂場の排水口に流して30分放置してあったかいお水で流して使うそうです。私今朝掃除するときに使ったんですけど、500ミリ1本全部流すっていうのを買った後に知ったので、キッチンにも使いたいなと思ったんで、キッチンとお風呂場と半分半分で分けて使いました。何分置くかっていうのは製品によって違うんですけど、私が調べた限りだと5分置くタイプのものと15分置くタイプのものと30分置くタイプのものがありました。で、これは私が調べた中にはなかった商品なんですけど、こちらは30分置いて排水口の詰まりを流すタイプの洗剤でした。こちらのお値段は2ポンドです。結構これ2ポンドだと安い方で、パウンドランドじゃない商品で買うと5ポンドから7ポンドぐらいが相場だと思います。で、次にこちらの洗剤です。こちらはフロアを掃除するときに使うものなんですけど、5リットルの水に対してこちらの製品を60ミリ入れます。で、モップでフロアを拭くっていう掃除の仕方ですね。これは仕事場でも使ってたので、家でも使えるなと思って買ってきました。私が行ったパウンドランドではこのレモンの香りしか売ってなかったんですけど、いくつか種類があって、職場で使ってるのはラベンダーの香りのやつで、あと他にも何種類かあると思います。で、こちらのお値段は1ポンドです。次にこちらです。ライムアウェイです。日本ではほとんど見かけない商品だと思うんですけど、こういった水を使う製品を使ってると香水なのでどうしても白い塊ができてしまうんですね。で、それがライムスケーラーっていうんですけど、白い塊なのにライムスケーラーっていうのが最初はピンとこなかったんですけど、で、その白い塊を取ってくれる洗剤っていうのがこちらになります。こちらは1ポンドで3個分入ってます。たはいいんですけど、私もやったことないので今度やってみようと思います。家のケトルがフィルターを通して軟水に近づけてるんですけど、どうしてもそこの方に白い塊が出てしまうのでこちらを使いたいと思います。で、今度はテスコで買った商品なんですけど、こちらです。これすごく探すのに苦労したんですけど、ソーダクリスタルズです。
洗濯機も硬水で白く固まることがあるそうなんですけど、そういった白いこびりつきだったり洗濯槽の汚れを取ってくれる粉になります。重曹ですね。で、これ単体で掃除に使ってもいいんですけど、日々の洗濯と一緒にこちらを入れて使うと水を軟水に近づける効果があるみたいで、洗濯機なので硬水で洗うんですけど、硬水の水を軟水に近づけて洗うので洋服へのダメージが減るみたいです。分量としては普段使ってる洗濯洗剤の3分の1ぐらいをこちらのソーダクリスタルにすると効果があるそうです。洗濯槽を傷めないっていうのと衣類が柔らかくなるっていう効果があるみたいなんで、私も試してみようかなと思ってこちらを買いました。で、こちらなんですけど、なかなか探すのが難しくて、パウンドランドも何軒か回ったし、テスコとか他のスーパーも結構回ったんですけど、あんまり置いてるスーパーがなかったです。まあ、最終的にテスコで見つけたんですけど、これから使ってみようと思います。で、こちらのお値段は 1.15 ポンドでした。で、次はお掃除用具じゃないんですけど、ドライイーストを買ってきました。ここに住んでた前の人がですね、強力粉をいっぱい置いてってくれたんですけど、その強力粉の使い道がなくて、ベーキングパウダーもイースト菌も家にないし、どうしようかなと思ってて、で、強力粉なしで作れる料理を探したんですけど、あることはあるんですけど、ベーキングパウダーとイースト菌がないと作れるものが限られるなと思ったので、こちらのドライイーストを買ってきました。こちらは8個入って 0.95 ポンドでした。結構ドライイーストはいろんなところで売ってて、価格もまあ1ポンド前後でいろいろあるんですけど、1ポンドを超えない値段で買えたので結構お得かなと思いました。で、あとこちらがお掃除道具なんですけど、これはずいぶん前にテスコで買ったんですけど、40枚入りの拭き掃除に使うワイプスですね。日本語で言うところの何かっていうのが出てこないんですけど、使い捨ての布タオルです。あとはAmazonで買った商品なんですけど、こちらの消毒スプレーを買いました。本当は抗菌ファブリーズを探していたんですね。なんですけど近場で見つからなかったので、こちらをAmazonで買いました。で、これは硬いテーブルとか壁とかを消毒するのにも使えるし、あとはファブリーズのように布にも使えるっていう素材になってますけど、これが高くて、ファブリーズだったら2ポンドだったんですけど、こちらは10ポンドしました。ちょっと高かったんですけど、でもこれ Amazon の箱を開けた時にちょっと漏れてて、丁寧に梱包してほしいなっていうふうに思いました。あとはこちら電池を買いました。こちらもAmazonで購入したんですけど、パナソニックのがあったのでこれを買ってみました。で、何に使うかっていうと、パソコンのマウスが電池切れで動かなくなってしまったので今付け替えてみようと思います。
ちゃんと無事に使えました。で、今マウスに使った電池は、こちらは単4電池なんですけど、単4はイギリスですと AAA、 単3だと A が2つのものが単3電池です。では晩ご飯を食べたいので、今日はここら辺で終了します。